ねえねえ、アイリちゃんママこんにちは。この間アイリちゃんママ着てたワンピースだ。どれだっけ？黒いやつ？そうそう、あれ同じやつ買ったよ。めっちゃ可愛いよね。同じやつ買ったの？色も黒？そうだよ、可愛くて気に入ったの。そっか、よかったね。そしてさ、この間アイリちゃんが着てたスカートあったじゃん。青いチェックのやつ？そうそう、あれ探したけどどこにもなかったの。どこで買ったの？お店探したの？結構探したよ。あれは私の母が作ってくれたの。既製品じゃないから売ってないよ。だからか、探してもなかったの。それカリンの分も作ってもらえない？え？別にタダでお願いとか言わないからさ、作ってってお母さんにお願いして。でもあのスカートは私のスカートをリメイクしたものなの。だから同じものは作れないんだ。そうなの？アイリちゃんママはそのスカートどこで買ったの？私が若い時に母が作ってくれたからお店にはないよ。へえ、同じやつカーリンにも着せたかったのにな。ごめんね。わかった、売ってないなら仕方ないよね。そういえばカリンちゃんママ車買ったんだね。そうそう、買い替えした。アイリちゃんママ乗ってるやつ可愛かったからそれにしたの。色も同じだよね。そうだよ、お揃い。でも私の車限定車だから違うやつかな。だから中古探したんだ。大変だったんだよ。そこまでして探したの？だって同じ車が良かったんだもん。大変だったね。かりんちゃんママと好きなもの似てるよね。なんかさ、アイリちゃんママは持ってるやつ全部欲しくなるんだよね。そうなんだ。好みが似てるのかと思ってたけど。なるべく同じやつ探して買ってるの。そういえばさ、夏休みどこか行くの？実家に帰るけど、その前にミミックランド行こうかなと思ってるよ。ああ、あそこ面白そうだよね。私も気になってた。いつ行くの？日にち？そうそう、まだはっきりは決まってないんだよね。大体でいいから教えてよ。パパの休みにもよるけど、夏休みが始まる7月25日あたりかな。へえ、そっか、楽しんできてね。アイリちゃんママ、ミミックランド来てたの。どこら辺にいる？こんにちは。ミミックランドに行ってたんだね。この間、LINE で行くって言ってたからさ、あれから急いでチケットとホテル取ったの。アイリちゃんママたちはどのあたりにいるの？私たちは今から飛行機乗るところなの。え？なんで？パパの休みが長く取れることになったからさ、これから海外行くことになったの。嘘、そんなこと言ってなかったじゃん。急に決まったっていうか、パパからのサプライズなんだ。そういうのって話すべきじゃないの？どうして？だってさ、ミミックランドに行くって言ってたでしょ。私はあくまでも予定を話しただけだから。でもさ、行くって言われればこっちは行くと思うよね。私はっきりは決まってないって言ったよ。でもさ、これはないよね。ごめん、言ってる意味がわからないよ。何が？だって私は約束してないよ。一緒に行こうなんて言ってないし。 LINE で話したのにそんな風に言うの？仲良くなりたくてお揃いにしてたのに。アイリちゃんママおかしいよ。
悪いけど、おかしいのかりんちゃんママだから。何でもかんでも同じにするのだって変だし、一緒に行こうなんて話してないじゃん。だってさ、約束じゃないの。 LINE 見返せるよね。この間の話見てみて。約束なんてしてないから。それに服や車も真似するのやめてくれない？真似なんて。 LINE よく見返してみて。よく見れば自分が変だって気づくはずだよ。変じゃないし、友達なのに。ごめん、私は愛理の友達のママって割り切っていたから。あと飛行機乗るからごめんね。ミミクランド楽しんでね。実は海外旅行は1年前から計画していました。絶対夏休みの予定を聞いてくると分かっていたので、あえてハワイ旅行のことは黙っていました。あれだけ真似をしていた彼女ですが、あのラインの一件から同じものは買わなくなりました。正直はっきり言うのは気が引けたけど、言わないと伝わらない人もいるので、今はすっきりしています。たまに真似されるならいいけど、全部同じもの真似されるのはさすがにどうなのって感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのグッド評価が今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。